皆さんは我らがふるさと巣籠市についてどこまでご存知ですか？都心部へは車で羽橋を渡って50分、埋め立て地を利用したベッドタウンにして環境モデル都市。しかし実態はそこにはありません。この巣籠市はある偉大な実験のために作られた実験都市なのです。その試みこそ絆システム。俺自分のこと分かんないんです。近頃かっちゃん心の闇とか抱えてる？全部話は聞いたったかな。ゆたくん。はい、ゆたくんです。私こういう不条理なの苦手なの。妖精さんを呼ぶための祭壇だよ。どうして俺を追いかけるの？物事には限界というものがありますけれど、限界を超えなければたどり着けない。なんか最近よく思い出すんです。痛みを取り戻せって。じゃあやってやんよ天国。悪いけどおとなしくしていてくれるかな。友情最高。見つけたかもしれない。傷の絆で結ばれた仲間と数々の難関に立ち向かっていく。そう、今日からあなた方は絆イーバーなのです。水玉。